今日はちょっといつもより駆け足でお送りしちゃうぞ。いやー、それにしても11月に入って、涼しくなってきましたね。はい、こんばんは、神出です。いや、そうですね。11月、ノーベンバーですね。ところで、コネクティックドアだって知ってる？どうも、高穂です。何これ？どうしたんですか、二人とも。あ、骨、なんすか？コネクティックコード。いや、なんかね、無線とかで、アルファベットの D をね、伝えようとした時に、音質が悪いと D なんだか B なんだか、こう、わかんなくなっちゃうじゃん？そういう時に間違えないように、アルファベットの一文字を、そのアルファベットから始まる別の言葉に置き換えるやつ。こう、例えば、こう、D だったらデルタとか。あれですね、A だとアルファとか、B だったらブラボーみたいになるやつ。ああ、そういうやつですね。軍隊とかが使うやつだ。そうそうそう。だから、なんかほら、アルファチームだとアルファ1とかアルファ2とかって、そうそうそう、アルファ1、ゴーみたいな、そういうやつですね。そうそうそう。あれですね。僕、あれ、バイオハザードで、なんか、チーム分けされてて、アルファチームとブラボーチームで、なんかどっちかが先に突入して、もう全滅しててみたいな、そんな話が出てきて、それで、調べて初めてしました。なんか、A とか B とかをアルファとかブラボーとかにすると、こう、言い間違いないんだ。そういう意味なんだなって。なんかすげえ長々喋ってるけど、全然話についていけない。物理的に。まあね。まあまあ、そうなんだね。それで、でだよ。はいはいはい、それで、L がノベンバーなのよ。っていう話を思い出したっていう、まあそれだけの話なんだけども。なるほど、そういう繋がりでね、ノベンバーの N のフォネティックコードの話なんですね。そう。じゃあ、我々としてはね、やっぱ、そのフォネティックコードの V をね、あれにしていかないといけないですね。そうね、あれね。バッツレディオ！あれ、なんか話がまとまった。東京バッツプレゼンツ神出彩メガネッツ新庄仁コンプライアン高穂由香希望よ燃えろエッジの効いたアホーどもがアホーな世界に喧嘩を。お前ら耳かっぽじって聞きやがれ。これが高ポンチャレンジ。これがバッツレディオだ。はい、というわけで、ちなみに V はビクターだそうですよ。ちなみにですよ、フォネティックコード間違えた。フォネティックコードやばい、知らなかったことがバレた。まあ、とはいえ、私も今初めて知りました。とはいえ、この話何の話してるのか全然分かってないと思う。聞こえてない。いや、ちょっと我々ちょっと急ぎすぎた感がありますね。今回はね、ちょっと急ぎ足でね、はい、お送りしていく感じになりますので、はい、というわけで、残り時間のところとか見ていただくと分かる通り、今回は超短縮版です。いろいろと事情がありまして、大人の事情です。はい、いろいろありましてね、というわけで今日は短縮版で、東京バッツ前回までの3つの出来事をね、話していこうかなと思います。前回までこれから間違えた、うん、前回までのは仮面ライダーオーズのネタですね。もういいわ。はい、じゃあ早速行ってみましょう。一つ、振り込み受かりました。イエーイ。いや、そもそも申し込んでたって話をラジオで知ったかどうか忘れたんですけど、いや、落ちてたらかっこ悪いから言ってなかったと思う。よかったよかった。で、絶対落ちると思ったの。だって初めてだよ、東京バッツで初めて申し込んで、冬込みとか夏込みってさ、落ちるっていうイメージありますよね。そう、はい、あの界隈で絶対こう一発目とか落ちるっていう噂をね、伺っていたので、はい、うん、なんで、まあ、受かるとはちょっと思って、ね、まあ、我々は当然受かるつもりでね、いろんな準備をしてまいりましたよ。こっから大忙しよ、もう仕事だから。ぎっしり。いや、当然受かるってで準備をしておりましたので、冬込みではドラマ CD を頒布いたします。イエーイ。ついにね、ついにこう、はい、データ配信ではなくね、物として皆さんにお届けできることになりましたよ。みんなにね、売っていくと。反復していくということですね。はい、そしてまだまだあるよ。2つ目、ちょっとドラマ CD の話がいいの？なんかそのいつとか、その辺ホームページ見て。あ、ざっか、3日目西です。花は儚き恋せよ乙女探偵ガンバリンドの報告書を、はい、反復させていただきますので、よろしくお願いいたします。3日目です。はい、こちら今までオーディションで募集させていただいたやつですね。前回、はい、先月、はい、ぐらいにね、出演者募集して収録を行ったものになります。はい、というわけで期待して待っててください。はい、では2つ目。はい、2つ目はリーディングライブをやるぞということで、東京バッツ主催のリーディングライブを行います。題して東京バッツ主催リーディングライブ開幕戦
東京オーロラゆーどんどんパフパフ、で公演日程がですね、大事な公演日程、これ計4回公演ありまして、はい、いつやるの？12月の2日、こちらが19時からの1回、ね、はい、はい、続きまして3日、はい、日土曜日、こちらはですね13時16時19時の3回公演、計4回公演となっております。はい、12月2日の金曜日の夜と土曜日の昼間から3回ですね。はい、はい、で公演場所がですね、曲がり中野店、これが丸の内線の新中野駅から徒歩10分程度の綺麗なところですよ。ぜひお越しください。こちらね、あのカフェになっておりますので、はい、カフェ仕様になっておりますので、ゆったりくつろいだ空間でね、うん、あのリーディング楽しんでいただけるかなと思いますので、普段舞台を見に行ったりとか、ちょっと舞台って敷居が高いななんて思ってる方もね、カフェでお茶をしながら聞くような感じで、あの軽いノリで来ていただければいいんじゃないかなと思います。はい、はい、まあ、この情報とかもね、随時ホームページやブログ、ツイッターなどで更新していきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。そしてお席の方が結構少なめになっております。小さめの会場で行いますので、ご予約はぜひお早めにお願いいたします。概要欄のホームページからね、予約フォームへ飛べるようになっているはずですので、そこからね、ぜひご予約お願いいたします。お願いします。今一番すげえ気になったのは、上出さんがここからお願いしますって言った時にテレビのダイエットみたいにやってたんだけど、それ全然伝わんねえわと思って、全く何の意味もねえわと思って見てた。で基本体動くから。ああ、重要ですね。そう。もうなん動画にも対応するよ、なんなら。あ、なるほどね。そういうことも意識して。じゃあ今度からの上出さんだけ映して。はい。はい、撮りましょうね。はい、今度。こんな古いスタイルやってらんないんだよ。そうですね。こんなね、バッツさんがね、1ミリも動かない映像をずっと張りっぱなしのね、こんな古いスタイルやってらんないんだよ。ああ、なるほど、ね。動画にしていきたいっていう思いもあり、3つ目。はい。バッツレディオはちょっとリニューアル期間のため一時閉店いたします。はい、やってられるか、やってられるか。こんなやつと一緒にねラジオなんかやってらんないですよ。次は俺一人になるから、よろしく。あ、すごい。もうだとしたら別枠、別の一人ソロでやる、別の番組かな、別の団体ソロ活動でやれっていう話ですね。運動業バッツは使わせない。はい、というわけで、まあ、まっとうな情報が何かっつうと、うん、バツレディオちょっとお休みをもらいまして、はい、多分12月中に復活するかな。そうですね、ちょっとねリーディングライブの稽古だったり、あとはねドラマ CD の、 準備とかもちょっと忙しくなってきますので、ちょっと一旦お休みをいただいて、ちょっとね僕も社畜働きに精を出さなきゃいけないっていうことがあってね、その間にねいろんな企画とか構成とかも練り直して、またリニューアルした新しい形でお届けできればな、ね、と思っております。まあ、毎週2時間スペシャルぐらいのやつをね、やんないけどね。はい、というわけでね、こちら3つのお知らせがございました。あとはですね、近々シチュエーションボイスとかもね、出される予定ですありますので、はい、今ちょっと制作の方が終盤にかかってまいりましたので、近々お目見えするんじゃないかなと思っております。こちらの方もね、ああ大丈夫、12月はどっちの話いきますかね、シチュエーションボイスドラマと食い込みの CD と、いやーいろいろと企画を考えないといけないワクワク感でね、いっぱいでございますね。あ、何かしらなんとかして、まあなんとかやっていこう。まあなんとか、あまりリニューアルしてもあまり変わらないかもしれないね。いや、俺もそんな気がするんだよな。まあだとしたらもうリターンズ的な感じでね、帰ってきた感じでね、やろう。リベンジってつけるの。あ、いいや、リベンジでもいいね。東京バツリベンジ、うん、あ、バツレディオか、バツレディオリベンジでね、我々のパワーアップをご期待してお待ちください。はい、バッツレディオ。というわけでエンディングのコーナー、エンディングのコーナー、はい、駆け足でね、はい、お送りしてまいりました、はい、バッツレディオ、はい、駆け足で4月からお送りしてきて、ちょっとここでスコログというね、スコログじゃないよ。間違えた、違う、給水ポイントをね。あ、給水ポイント、バッツレディオはお休みかもしれないけど、何かしら配信されたりとかね、シチュエーションボイスとかもあるし、あ、するかもしれないですね、なんかね、配信とかいろいろ考えていこうと思いますので、はい、はい、というわけで、この番組バッツレディオの次回配信はを予定しています。はい、いつか決まっておりません。はい、でも番組の感想ご意見いつでも募集中ですし、せっかくですね構成とかも見直すということなので、こういうことやってほしいとか
こういうのを復活させてほしいとか、こういうのもっと聞きたいとか、そういうことはですね、バシバシご応募いただくと良いかもしれません。うん。宛先は、いつもの通りです。言わないの。いや、短縮版だからいいかなと思ってな。じゃあ、別らしく、はい。宛先は、tokyobats@gmail.com までメールを送信していただくか、ウェブサイトの連絡フォームからご連絡ください。いずれもタイトルをバッツレディオ感想お便りとしてください。あとはね、なんだペンネームラジオネーム、はい、も添えていただけるとありがたいです。はい、というわけでよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日のバッツレディオ短縮版でしたけれども、お相手は新庄仁と神出彩と高穂由香でお送りしました。それでは左足でお手にしていきましょう。ちゃんと締めろよ、最後だぞ一応。次回配信でお会いいたしましょう。それでは、はい、バイバイ。皆さんもまた聞いてくださいね。